石燕の章、霧の中の応酬。電光石火の進軍で帝国軍はガルグマクを攻略。中央教会の支持を表明した王国領並びに同盟領の諸侯への攻撃を開始した。同盟領へは軍務卿ベルグリーズ伯が指揮する一軍が、王国領へはエーデルガルト自ら率いる新政軍が出陣。その王国側の最前線にはローベ領北部を守るガスパール城があった。エーデルガルト様、ローベ伯より旧使です。王国との戦端が開かれました。何をやっているの彼らは。帝国軍と合流し、兵数の優位を確保してから江南織り交ぜて近隣諸侯に侵入を迫る、そういう計画だったはずでしょ。帰化のガスパール城主ロナートが勝手に兵を動かしてしまったそうです。彼は大司教に強い敵意を抱いていました。おそらくガルグマク陥落の方に接し、自らの手で大司教を撃つ機会だと我慢できなかったのだと思われます。王国はロナート卿を返り討ちにすべく即座に軍を動かしました。それで状況は、援軍は間に合いそうなの。おや、助けるおつもりで。かなり無駄の多い行軍になりますが。あなた分かって言っているわね。見捨てたら今後に影響が出るでしょう。帝国は侵入した者を必ず守る、そう思わせなければならないわ。承知しました。急ぎ準備を整えさせましょう。ガスパール城から北東の一帯はこの時期深い霧に覆われます。それもあってまだ小競り合いにとどまっているようですので、間に合う可能性は十分にあります。ありがとう。なら頼んだわ。皆にも周知して。は。こうなるとレスターの情勢も心配になってくるわ。軍務卿は無事にレスターへと進軍しているのよね。ええ、グロスタール伯の協力を得て軍を駐留させつつ、コーデリア家など態度を鮮明にしない諸侯に圧力をかけていますよ。一方で同盟の有力貴族は揃ってグロスタール伯の行いを非難しています。リーガン家、コネリル家あたりとは早いうちに一線あるやもしれませんな。まあ軍務卿が負ける姿はあまり想像できないけれど、新たな名手となったクロードの手腕も未知数だし、油断できないわね。そうですな。警戒するに越したことはありません。少しいいかしら。ねえ、
話は変わるけれど、どの戦闘を振り返りますか？もっと戦いの記録を集めておきます。珍しいわね、ヒューベルトが訓練場にいるなんて。備品が壊れたと報告を受けたので、その確認に来ただけですよ。それに珍しくはないと思いますがね、よく陛下と訓練はしていますので。そうなの？少し羨ましいわね。陛下に申してればよいのでは？きっと付き合ってくれるでしょう。いえ、私が羨ましいって言ったのはエーデルガルトの方よ。あなたあんまり訓練に付き合ってくれないし。ああ？私ですか。ともかく、もし私や陛下と訓練したいのであれば、それは歓迎しますよ。貴殿のような何の後ろ盾もない傭兵が皇帝の覚えめでたく出世する、そんな絵を皆に見せるのは我々としても望ましいことです。望ましいこと？なんで？変革を期待する多くの平民にとって大きな励みとなるからですよ。馬の骨と共に訓練する皇帝など物語の中にしかいないと皆思っていたでしょう。私は馬の骨なの？まあ間違いとは言えないけど、皆の励みになってるってことで留飲を下げとこうかしら。しかし多くの貴族からしてみれば、貴殿は逆に腹立たしい存在です。過分な待遇を受けている、不尊な平民の代表格として嫌悪されているかと。ええ、一応ドロテアとかも私と同じ平民でしょ。彼女は貴族からも人気の高い元歌姫、比べるべくもありませんよ。
そっか。でも避けられないならどうしようもないわよね。ええ、その通りです。ゆくゆくは改善していくでしょうが、今は耐えていただくしかありません。貴族を立てれば平民が虐げられ、平民を優遇すれば貴族が反発する。こんな調子でうまくいくの？国の統治ってのはめんどくさいものなのね。ええ、本当に。あら、ベルナデッタ、手紙を読んでいるの？お母様からかしら。あ、エーデルガルトさん。そうです、テッドの母から。なんでわかったんですか？まさかベルへの手紙の監修を。あなた、他に手紙をくれそうな相手に心当たりはあるの？落ち着いてベルナデッタ、友人はいるでしょ。ただ戦友として同じ軍に属する身だから、手紙を送る必要もないだけよ。そうですかね。だからよかったです。それにお母様から定期的に手紙をもらっているのでしょ。私の方が羨ましいわ。そっか、エーデルガルドさんのご両親は。ベルは贅沢でした。いいのよ、健在なお母様に感謝してちゃんと返事を書いてあげなさいね。はい、いつもいっぱい書いてますよ。そういえばあなたの父、バーリ博からは連絡は来ないのかしら。南方司教としてガルグマクに赴任して、大きく環境も変わったでしょ。来ないですけど、母からの手紙に近況が書いてありましたよ。母は父についていた従者から様子を教えてもらったみたいです。中央教会からの資格を恐れて大広間の3階にずっと閉じこもっているらしい。仕事で部屋から引きずり出される時も環境論になって抵抗しているって。どこかで聞いた話ね。そうですかね。あ、でも引きこもりってところはベルと同じですね。あなたは昔と比べると格段に引きこもってはいない気がするけれど、士官学校の頃などはかなり極端な生活を送っていたものね。そんなに違いますかね。自分では分かんないですけど、もしかしたら私が会いたくなかったお父様が引きこもったって聞いて、ならベルは引きこもらなくていいんじゃってなったのかもですね。呪いのようなものが解けたのかもしれないわね。私も。エーデルガルトさんも？何ですか？何でもないわ、気にしないで。何なんですか？気になるな。
実はね、すごく好きなんだこれ。話があるの。多くの品々を取り揃えておりますよ。良い品を選ばれましたね。良い品を選ばれましたね。またのご来訪をお待ちしております。いらっしゃい。腕利きが揃ってるわよ。腕利きが揃ってるわよ。腕利きが揃ってるわよ。
腕利きが揃ってるわよ。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 また来てね。腕利きが揃ってるわよ。腕利きが揃ってるわよ。また来てね。いらっしゃい。まさに私の望んでいたものだ。まさに私の。物資は軍の命、大切に使いましょうね。
何にでも必ず使い道はあるはずです。あの、そうね、ありがとうございます。こいつでいいのか？また来いよ。いらっしゃい。またよろしくね。私
ちょっといいか。実は高く受け取ります。私の好きなもの、覚えていたんですか？私の好きな…お呼びでしょうか。どう？あら、すごく嬉しいんだけど。マヌエラさんはいないかしら。寝台で寝てるのね。やだ、もうニヤニヤして何か夢でも見てるの？行かないでよ。私を見捨てるつもり？急展開ね。表情が険しくなったわ。待ちなさいよ。許さない。私許さないだから。おはよう、マヌエラさん。あら、私ったらいつの間にか寝てたのね。もしかして寝ながら何か言ってたかしら、私。行かないで、見捨てるつもりって。そう、運命の相手だと思ったのに、あの人私に背を向けて。思い出したら腹が立ってきたわ。なんで夢でまでこんな。
具合が悪いの？悪いけど、お水を一杯持ってきてくれるかしら。もう大丈夫、ありがとう。そういえばお酒臭いわね。あなた、さては二日酔いでしょう。それが何か問題でも？医務室も雑然として散らかってるし、これはかなりひどいんじゃない？何なのよ、もう人の部屋に勝手に入ってきて。恥ずかしい寝言を盗み聞きした挙句、二日酔いだの部屋が散らかってるだの。あなた、私の何？何って仲間でしょ。軍の同僚としてもこの状態は放置できないわ。そうよね、ごめんなさい、恥ずかしくてつい取り乱したわ。私、一つお願いがあるのだけど。この部屋の片付け？まあ少しなら手伝っても。そうじゃなくて、その全部見なかったことにしてくれない？ああそういうことね、別に誰かに言ったりしないわ。助かるわ、これ以上皆が持っている私の印象を悪くしたくないのよ。まったく、いつからこんな風になっちゃったのかしら。これでもあのミッテル・フランク歌劇団の元歌姫なのよ、私。それが今は見る影も。って失礼ね、ちょっと言い過ぎじゃなくて？あ、いや私は何も。そうだわ、今日の口止め料じゃないけど、今度私の歌を聴かせてあげるわ。まだ私が衰えてないってところを見せてあげるんだから、楽しみにしてらっしゃいな。あ、で何か私にご用だった？え、あれ、用があって来たはずなのにもう忘れちゃったじゃない。いや、
聞いてくれ。施設のことなら何でもお申し付けください。またご用がありましたらお越しください。物資は軍の命、大切に使いましょうね。施設のことなら何でもお申し付けください。またご用がありましたらお越しください。もらっておきましょう。私の好みをいつの間に。もらっておくわね。もらっておくわね。その気遣いに感謝するわ。皇帝を遠乗りに呼び出すなんて、あなたくらいのものよ。なぜ私が。仕方ないわね。普段は
あまり馬に乗らないけれど、こうやって自由に駆け回るのもいいわね。日の光は本当に暖かいわね。恋焦がれる者がいるのもわかるわ。当然ね。することかしら。なすべきことが多すぎて夢のまた夢ね。そうね、アンバルの近くにも皇帝の一族が遠乗りをするための狩り場があるのよ。行きましょう。さあ仕事に戻るわよ。私もあなたもやるべきことが山積みなのだから。どの戦場に向かうんだ。焦らず準備してくるといい。そうかしら。
礼を言おう。きっちり鍛えて差し上げます。挑戦なくして勝利はありません。
てすまない。なかなか興味深いね。いい技を得た。私、力得る、得ました。なかなか興味深いねちょっと見えてきたわ。この力、未来に生かさねば。みっちり鍛えて差し上げます。できることは何でもするだけだ。まあどんな見た目でもいいけど。勝利をつかみましょう。知らなかったの？気づいてみればそうなんですけど、まさか本物が近くにいるなんて思わず。確かに私も軍では歌姫らしいことは特にしていないものね。なんで気づかなかったんだろう。名前も同じだし、凛とした立ち姿だってデートで見たドロテア様そのものです。ドロテア様が目の前に。感激で立っていられなさそう。モニカちゃんったら大げさね。もう昔の話、今はただの戦友でしょ。大げさじゃありません。帝都に住む女の子で、あなたに憧れない人なんていなかったんですから。ドロテア様の舞台だって見に行きました。その事情があってろくな席で見られず、ドロテア様のお顔どころかお姿もちゃんと直接は目にすることができませんでした。なので会った時もあなたがそうだとすぐにわからなかったんです。そういうことだったの。でも聞いてくれていて嬉しいわ。歌劇団の衣装や舞台の装飾は想像より華やかで、とても胸が躍りましたし、舞台の中央から
劇場の隅にいた私にまで届くドロテア様の歌には心奪われました。はあ、思い出しただけでもため息が出ちゃいます。思ったより熱心に聞いてくれてたのね。モニカちゃん？モニカちゃん？すみません、ドロテア様。つい思い出に浸って。いいけど、その、様呼びはやめてくれる？あなたにそう呼ばれると困っちゃうわ。わかりました。ドロテアさんがそう言うなら。でも、ドロテアさんは戦争が始まっても歌劇団に戻らなかったんですね。そうね、エーデルちゃんの同級生だった縁っていうのが大きいけれど、まあいろいろあって私は今もここにいるのよね。私はドロテア様と一緒に、あ、ドロテアさんと一緒に戦えて光栄です。私もモニカ様と呼んで敬った方がいいかしら。何か手伝ってくれるのか？作業は皆で分担しないとね。空腹は一番の敵です。手順通りできたわ。味もかなりいい感じね。これ食べていいの？やった、大好き。これ私かなり好みます。あなた知る？驚きました。お腹が減ったらまた来てください。聞いてよ、これはっ、なんで？まあいいや、ありがとね。しっかり鍛えて差し上げます。共に汗流すしました。
この力、生かす術を考えましょう。私にもまだ才能は眠っている。ふーん、変な力じゃなきゃいいけど。この力、生かすも殺すも自分次第。日々の訓練が勝負を分け、戦場での活躍を期待していますよ。結果を出してこそ価値があるからね。どの戦場に向かうんだ？やれって言うならやるけどさ。
週分は働くわよ。こんなとこで死ぬとかやっちゃうよ。ハピが手伝うよ。私にお任せください。一緒に行動しましょう。予定通り行くわよ。私の力見えないからね。私たちがいれば必ず勝てるわ。
私の愛はこんなことに負けませんから。憂いを断ちますわ。私に任せといて。使っとこうか。私に任せといて。よし、よっ、はっ、気をつけて、はっ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 、必ず攻め落とすわ。無事制圧ですよ。今ね、休んでて。ちょっとこう。またです。せい、はっ、ふん、とぅ、よっと、はっ、はっ、やっ、はっ、はっ、と、はっ、ふん、えい、てぇ、考えても無駄ですわよ。私の出番は、えい、やっ、やっ、けん、せい、ふっ、せい、生きのいいものは捕らえて売り払ってあげますよ。さあ、ひとし、ちょはっ、おバイト行きますかね。次はどうするの。やっぱ期待なんかできないじゃん。まだまだこの程度じゃ満足できないわ。
それで話って何なの、ヒューベルト。貴殿も気になっていた貴殿自身の怪しい力の話ですよ。その件ね、前にエーデルガルトが言ってたのよ、正体に近づけるかもしれないって。2年も音沙汰がなかったからすっかり忘れられてるものかと思ってたわ。それは申し訳ないことをしました。こちらも事情がありましてね。アランデルコンが姿を消した後、彼の残した情報やら何やらの調査に追われたのです。無論戦争の準備も手抜かりなく行わねばなりませんでしたしな。アランデルコ、トマシと同じように変身し姿を消した人ね。ええ、その後の調査でタレスという別の名を持っていることが判明しました。やっぱり私の力はあの人たちと同じものなの？一体何の力なのよ。窓？呪いなんかじゃないわよね。そうですな、魔道の一種と言ってよいでしょう。しかし我々が普段使う白魔法や黒魔法とは別の種類のものです。それは闇の魔道。他の魔法とは異なる理論によって形作られる邪法。トマシやクロニエ、タレスなど我々が闇にうごめく者と呼んでいる者どもと同じ力を貴殿は有しているわけですな。そうじゃなきゃこんなに似てないわよね。そんな気はしてたの。お分かりでしょうが、貴殿がどう思うと私の判断は変わりませんよ。それであなたはどうするの？私の力は危険だから遠くへやるとか？所詮雇われの身だしね、切り捨てられても仕方ない気はするけど。とんでもないことです。遠くへやるくらいなら消しますよ。貴殿は有能ですからな。しかも我が主からの信頼も厚い。私の目の届くところで働いてもらった方が益になると判断したまでです。信頼されてるの？それなら嬉しいけど。貴殿がどうやってその力を使えるようになったのか答えがあればよいのですが。誰がこっそり話しているのかと思ったらあなたたちだったのね。ええ、もう話は終わりましたがね。陛下もこの者に用が？そうよ、似た話のような気もするけれど。では私は先に失礼します。面白い顔をしているわね。どうせヒューベルトに脅かされていたのでしょう。あまり気にすることはないわ。彼は用心深いのよ。それだけなら私も気が楽なんだけどね。私は人々が自分の羊に縛られ続けるこの世界を変えたいの。どこで生まれ誰の血を引きどんな力を持っていようと、全ての人が平等に扱われる世界、そんな世界が戦いの先に待っていると信じている。だからあなたが何者であるかなんて私は気にしない。大切なのは何を成したか、これから何を成すかよ。そうか、そうよね。